石神チャンネル。天才棋士バンバンバン太郎役の石神亮さんです。お願いします。まずちょっと自己紹介から始めますか。ありえない警官役のやらせていただきました笠野達夫です。今日は皆さんお忙しい中ありがとうございます。ありえない医者の役を。血のりもなんか紫色の野菜ジュースだったんですけど、僕もそういうなんていうんですかね、人が生き返るメスを持ちたいなとこの時期ですから思っております。今日は短い時間ですけどよろしくお願いします。天才棋士だそうです。はい、ババババ太郎役の石神亮です。本日はこんな大変な時期にわざわざ足を運んでくださいまして誠にありがとうございます。舞台させて楽しんでください。よろしくお願いします。上映中何話すか考えようと思ってたんですけど、思いのほか最後まで見てしまって本当に真っ白の状態に今立ってるんですが、とりあえず撮影中ちょっと思い出せる限りでちょっと話し合ったらなと思います。大阪芸術大学の卒業制作として撮った作品でして、2016年ですね、2016年7月に撮影が始まって、で、まあ、半年くらいかけて撮って、まあ、結構大変な撮影だったんですけど、警察官の役っていうのは、西成のあのディープな街で撮影してる時に2度ほど絡まれまして、少年ヤクザにピストルを取られそうになって、でそれを必死でこう抑えてそのまま撮影に行ったり。もう大丈夫だよね、撮れたよね、大丈夫、もう絶対大丈夫だよねって、大阪から僕じゃ東京に仕事あんで品川駅に、もう絶対大丈夫だよねって新幹線でギューってつくところぐらいにかかってきて電話が、すいません、やっぱもう一回撮ります。そう、最初に琵琶湖で撮ると聞いた時、まあそこまではいいですよ、行きましょうと言ったら、なんか監督がずーっとで、1時間2時間3時間クロスナーだから将来です、結局今日撮りません。えっ、ごめん、返上するために言うと、今はちゃんと効率よく、車一回どっかぶつけたんだよね。本当に主演の二人一番大変だったんじゃないかな、ちょっと怒ってましたもんね。いや、みんな綺麗だもんね。チームのね、ここまああれですよ、今本当に健全な現場もね。ドブ川万が一よろしくお願いします。